幸せになった幸せ。はい、そうです、おはようございます。
Thank you.
しい、すごい。はい、はい、はい。はい、はい、はい。これをサムネにするかな。サムネをどれにしようかなみたいなね。今年はサムネ変えてるんで。そうそう。赤ちゃんどうですか。赤ちゃん。入れます。こんにちは、ゴーケンです。今日もね、一色魚村行ってきました。そしてね、今日の市場ですけども、今日はね、風も少なくて穏やかな市場になっていました。そして気になった商品ですけども、やっぱりね、まずは生ワカメ。生ワカメがね、値段の方もちょっとね、安くなってましたので、今の時期生ワカメお買い得だと思いますので、ぜひねこの機会に生ワカメ買ってみてはいかがでしょうか。そしてね、次に気になった商品はナマコ。ナマコの方も値段がねちょっと安くなり始めました。魚券はねナマコ好きでよく買うんですけども、なかなかねナマコを食べる機会少ないかと思いますので、こういったね値段がちょっと安くなったこの時期にナマコ一度チャレンジしてみてはいかがでしょうか。そしてね、最近紹介しているコイカですけども、こちらもねやっぱりまだいいですね。魚券も今日ちょっとね小さめのコイカ、そしてねちょっと大きめのコイカ
買ったんですけども、コイカ大きさも値段も店舗によってねいろいろ違いがありますので、いろんな店舗ね見比べてコイカ買ってみてはいかがでしょうか。そして今日気になった商品ですけども、今日はねクロムツが気になりました。サイズ自体はそんなにね大きくはないんですけども、煮付けで食べるには十分な大きさのあるクロムツ、やっぱりね高級魚でもあるクロムツがかなりね安い値段で買うことできますので、こういった機会にね煮付けにしてね食べてみてはいかがでしょうか。そしてね最後になるんですけども、これから気になる商品ですけども、今日はね動画の方で撮影できなかったんですが、ホタルイカ、ホタルイカがねすごく気になりました。まだまだ出始めですので、これからね徐々に出始めてきて値段もねだんだん落ち着いてくると思いますけども、ホタルイカ今後注目の商品ですので、これから市場に行かれる際はホタルイカチェックしてみてはいかがでしょうか。ということで本日も最後まで動画を見ていただきまして本当にありがとうございます。この動画に関するコメントは下のコメント欄使っていただいていろいろ書いてみてください。そしてチャンネル登録もまだまだお願いしてますので、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それじゃあ最後の挨拶をして終わります。それじゃあ皆さんグッドラック。